地球から観測した月。月の主有の可能性を主張するものが存在する。地球外の不動産とは、ある組織もしくは個人によって販売される。地球以外の惑星もしくは、衛星の土地、または空間の一部分である。地球外の不動産の所有権に関しては、いかなる権利によっても認知されない。しかしながら、 中には例えば月のような天体の所有権を勝手に宣言し、月の土地の譲渡証書や火星の土地の譲渡証書といった所有権証明書を活発的に販売している個人や組織が存在する。これらの譲渡証書には何の法的地位もない。他の天体の不動産に関する話題は1890年代より存在している。 それから数十年の間、公的な動きが登場しては消えていき、1936年になって、注目に値するアイディアが現れ、世間に認知された。リーン・リンゼーは1936年6月15日に、すべての地球外不動産の所有権を主張し、ピッツバーグの交渉人に、手紙と共に譲渡証書、そして所有権を得るためのお金を送付した。 交渉人は彼に買い取りを申し出た。1956年には、日本の民間宇宙団体である、日本宇宙旅行協会が、イベントとして、火星の土地分譲を行い、大きな反響を呼んだ。話の発端は、協会事務局長の岸田トラジが、知人で、漫画評論家の伊藤一平に、冗談として、火星の土地分譲を持ちかけ、伊藤が、 火星の土地500万坪を100円で購入したというものであったが、この話がテレビなどで伝えられると、協会に問い合わせが殺到したため、実際に火星土地分譲予約受付証を発行することになった。これは将来、日本宇宙旅行協会が火星を開発し、土地分譲の権利を有した時に、優先的に割り当てを受ける。 という内容の証書で、一人につき10万坪まで予約手数料200円で申し込みを受け付けるという仕組みとなっていた。11月から販売を開始したところ、年末までの2ヶ月間に1800人が申し込みを行い、12月31日夜には、東京の日活国際会館で第1回火星地主大会が開催されている。 1967年に発行した宇宙条約によれば宇宙空間は全人類に認められる活動分野でありいかなる国家による主権の主張は認められない条約は国家に適用され国家に義務が課せられるそして条約の作成段階では現実的に宇宙空間に行こうとするものは国家だけであったため個人については 言及がなされていない。宇宙条約は98カ国が批准しており、その中には主要な宇宙開発国である日本、アメリカ、中国、ロシアなども含まれている。1979年につきその他の天体における国家活動を律する協定が採択され、1984年に発行した。これにより地球外の天体の不動産を所有することが 禁止された。しかしながら2008年1月1日現在、批准国は13カ国に留まっており、しかもこれらのほとんどは主要な宇宙開発国ではない。バイコヌール宇宙基地を持っているカザフスタンは条約を批准しているが、施設は陳対借協定を結んでいる、ロシア連邦によって運営されている。多くの個人や組織が、 個人向けに月や他の天体の一部を購入する、プランや構想を提供している。その法的な根拠については詳細はプランごとに異なるが、中には1967年に発行した宇宙条約では国家による天体の領有の主張を禁じているが、個人が領有を主張することを禁止するような制限は加えられていないと明示しているものさえある。 多くの国家や地域は新しく発見された陸上に対する理不尽な主張を防止するために不動産と所有放棄を持っている。ゆえに単純な主張では領有権を主張するには足りず、主張する者は占有する意思を示さなければならない。月や他の天体の場合、現時点ではこうしたことは明らかに困難である。これらの事実を考えれば、 譲渡証書という仕組みは、法的には、象徴的な、もしくは珍しさの価値しか持たず、どの国の公的な運営組織も法的な有効性を与えない。1949年に書かれた、ロバート・ A ・ハインラインの短編小説、ガツを売った男では、このような構想や仕組みに関して描写されている。ハインラインの異性の客では、 ダーキン判決と呼ばれる月の所有権をめぐる訴訟事件の判決に触れている。3万3000平米は、藤子、F、藤代による SF 短編漫画で、火星の土地の権利証を題材としている。空っぽな空間の所有権については、他の天体における土地の所有権とは、また違った問題だと考えられる。なぜならば空虚であること。 その領域を定義すること、そしてその中にあるものすべてを保持することは困難だからである。宇宙条約によれば宇宙空間は全人類のための空間としており、事実上、任意の空っぽな空間の個人的な保有を禁止している。現実に生じている所有権問題としては、静止軌道における人工衛星への割り当てがある。これは、 国際電気通信連合によって管理されている。1976年に赤道直下の国々を集め開かれた協議において8、各国が署名した第1回赤道諸国会合宣言は調印した国々の上空に横たわっている正式軌道について主権を行使しようとする試みである。これらの主張は国際的な支持や承認を得られず、 その五大部分が放棄された。ありがとうございます。